ワカメ、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 チカイ学名は、滑走高昆布目地カイソの海層である。日本海側では、北海道以南、太平洋岸では、北海道南西部から九州にかけての海岸、朝鮮半島南部の両岸の、低潮線付近から下に生育する。根状の部分で岩などに固着し、洋上部を水中に伸ばし、 長さは2メートルにも達する。養生部の中心には主軸があって、それを中心に左右に広く伸び、大きく、右上に裂ける。広がった葉の基部には、とても厚くなった養生部が縮まり、折れ重なったような部分がある。これをメカブ、メカブと呼び、生殖細胞が集まっている部分である。わかめは世代交代を行う。一般に知られているわかめは、放肢体、服装世代であり、 メカブで作られた郵送紙から発芽した配偶体はごく小さなものである。海苔と同じく古くから日本人に親しまれてきた海藻であり、万葉集にも現れている。主に食用として用いられ、酢の物、汁物の具として使われたが、豊作祈願の神事などにも利用されていた。ワカメは世界の侵略的外来シュワースト100、IUCN。 2000選定種の一つである。ワカメの郵送紙が日本からの商船のバラストタンクに、注入されたバラスト水に混入した状態で、ニュージーランドやオーストラリア、ヨーロッパ諸国の沿岸域に運ばれ、そこで水とともに放出されて増殖しており、外来生物として問題になっている。同じ属のものとしては日本には、以下の2種がある。どちらの種もワカメのように、 養生部が大きく避けることはない。青ワカメは中六が発達しないことでワカメ広めと区別できる。これらはいずれもワカメと同様に食用となる。ワカメは乾燥が容易で軽く移動も容易であったこともあり、選手から日本で広く食べられていたことが確認されている。縄文時代の遺跡からはワカメを含む海藻の植物依存体が見つかってお、 この時代から食されていたことが明らかになっている。和語では古くは藻類の藻に対し食用の海藻一般を目と呼んでいた。漢字では古くは海藻、平城具木管、軍府、万葉集、藤原系木管、ワカメ、イロハーザル衣装などと当てられていた。古代に食されていた海藻の主体はワカメであったらしく、この目は特にワカメを指していた。 また一説には女性、天の手で取られたことから、目と言われたとも伝わる。後にかじめ、かじめ広め荒め、荒め細め、細め等々の階層にも、ぬの、目が当てられた。若目という語は、若目、つまり若い、新しい階層に由来する。若を、玉、玉などと同じ微笑と捉えれば、古代にあっては、階層類一般を指していた可能性があり。 それがワカメを特定する名称となったのは中世以降かもしれない。万葉集には、ワカマ近い層、いずれもくんは、ワカメのほか、若い層、にぎめ、柔らかいワカメのことが見られる。他に、万葉集に品質する、玉もも、歌によってはワカメを指すかもしれない。各地で採れたワカメを朝廷への献上品としていたことが確認できる、平常宮木冠。演技式、 927によれば、わかめを含む多くの海藻が新鮮として奉納されており、さらには、焦燥印文書などによると、給与としても用いられていた。旬のものであれば生で流通することもあるが、主に葉の部分を塩漬けしたり乾燥させたりして、保存性を高めて商品化される。使うときは水につけ、塩抜きあるいは戻して用いる。メカブは、 湯通ししてからそのまま食べるか、乾燥させてから細かく切って流通されることが多い。市販のわかめは緑色であるが、生きた状態では褐色であり、湯通しすることで緑色となる。わかめは、味噌汁などの汁物の具としてよく使われる。他にも酢の物、炒め物、サラダ、地域によっては、天ぷらや、しゃぶしゃぶと幅広く料理される。メカは細かく叩いて、 粘りを出したものがパックになって売られることもある。うまみ成分を多く含み、また低カロリーであることから、ダイエット食品としても適している。わかめに多く含まれる栄養素は、食物繊維、アルギン酸、フコイダンなどで、血中コレステロール値を下げたり、動脈硬化や、心筋梗塞を防ぐなどの効果があると言われている。わかめを食用に供する習慣はほぼ、日本と、 朝鮮半島にしかなく、日本や朝鮮半島と同じく海藻を食べる習慣が一応ある中国ですら食べなかった。しかし、中国でも近年は日本からの養殖技術の導入により、日本向けの輸出用に養殖されたものが中国国内の市場に出回り食べられるようになっている。一方で、朝鮮半島ではワカメを日本以上に多食し、 韓国国民一人当たりの年間わかめ、平均消費量は日本の3倍と言われている。出産の時には、乳児への授乳を通じての栄養補給のために、わかめを茹でて、スープを作って食べる習慣を持つ。同様に、誕生日に、わかめのスープ、身よっクを飲む習慣がある。日本と異なり、韓国では、天然わかめと養殖わかめに歴然としたブランド差があり。 天然わかめは非常に貴重視され高値で取引される。天然わかめが取れる磯や海域は畑や田と同じ不動産扱いされ厳しい管理の下で一族に代々相続される。日本では1981年に立憲ビタミン株式会社が乾燥わかめをスープの味と調和させ即席のわかめスープを発売した。横浜の 港未来地区のちっさき海域では、夢わかめワークショップという環境教育のプロジェクトを行っており、地元の小学生など総勢300名で、横浜港でわかめを養殖している。わかめは、海中の輪や窒素を取り込みながら成長し、海水をきれいにする。タクシー運転手の間では、隠語として、海藻の胃、海藻にかけて、もしくは酔っ払いの客の胃、 ゆらゆら揺れていることから、で使用される。また、陰謀を表す陰謀として用いられることもある。わかめ酒。また、コンパクトカセットや、マイクロカセット、ダット、VHS、ベータカセットなどの磁気テープメディアが損傷した時に、形状が、わかめのようにくしゃくしゃになってしまうことから用いられる子も、ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。